い、今日はですね、うちの未就園児教室プレ幼稚園、タンポポ組の説明会を行いました。県外からですね、2つの幼稚園、3人の、先生方がですね、見に来ていただきました。角からちょっと ご紹介いたします。埼玉県八潮市から、お見えになりました三光幼稚園の杉村先生ご夫妻です。ありがとうございます。でこちらが、群馬県富岡市の富岡幼稚園の神宮先生ですね。ありがとうございました。じゃあお一人ずつちょっと今日のご感想をお聞きしたいと思います。じゃあ杉村院長先生、はい、はい、お願いします。よろしいですか。はい、今日は鈴木先生のお話がとても分かりやすくて、はい、そうですか、ありがとうございます。大変良かったなというふうに思います。はい、このタンポポ組ですか、はい、これの細かいことをこうやっぱり現場に出てる先生だなというふうにして、はい、そんなふうに感想を持ちました。はそれから園長先生がタンポポ の、はい、その名付けたその思いを語ってくれたの、はい、ことが大変良かったなと、はい、根っこが深くなってるというところです ね、はい、ですね。ありがとうございます、はいはい、ありがとうございました。はい、じゃあ杉村先生お願いします。今日は見学させていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。大体園長とは同じなんですけど、はい、とてもタンポポ組のお部屋も明るくて、はい、それと先生たちもね、いろんな遊具を使ったりしてね、楽しくね、はい、子供たちをサポートしながら親御さんに、はい、気持ちよく説明会で参加できるような体制をとっているというところがとても良かったと思います。ありがとうございます。じゃあ神宮先生、今日神宮先生ね、お子様連れ で、ね、はい、お母さんに馴染むようなというところまで考えていただいて、はい、ご参加いただきました。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に園に入った時の受け入れから、はい、先生方の笑顔と、あ、本当にびっくりしたんですよね。 ありがとうございます。笑顔がよくって、はい、で鈴木先生のお話から幼稚園でこんなに丁寧かなって、あ、私は保育園のことはよく乳児担当だったもんで、はい、はいはい、よく知ってるんですが、はい、いや本当保育園の方が反省しちゃうくらい、幼稚園が今こんなに乳児さんに丁寧にされてるんだな、はい、もう本当に応援したいなと思いながら、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は3人の先生方、遠いところ本当にありがとうございました。もしまた何かお気づきの点がありましたら、ご指導ください。ありがとうございました。ありがとうございました。